ファイアーエームブレム暁の女神は、インテリジェントシステムズ開発、ニンテンドー発売の Wii 専用ゲームソフト。キャッチコピーは、共に戦い、共に生きる。ファイアーエームブレムシリーズの第10作目。シリーズ初の Wii 向け作品。前作、青炎の奇跡の直接の続編であり、3年後の世界が舞台となっている。ムービーがあり、操作する舞台。 ユニットは入れ替わる。チュートリアルモードがある。2009年5月9日に開催された E3 の会場における任天堂のプレゼンテーション内で初めて公開され、日本では2007年2月22日に発売された。2007年11月以降に発売した北米、ヨーロッパ、オセアニアは口述する変更点がある。キャラクターデザインは前作と同様に北千里が担当する。 金田太古は、劣化の剣以来のディレクターを務め、前作ディレクターの堀川正幸は、プロジェクトアシスタント担当した。なお、w e チャンネル、みんなのニンテンドーチャンネル内の、みんなの、おすすめでは、ブロンズランクを獲得している。舞台は前作、青炎の奇跡の3年後のテリウス大陸となる。なお、前作の味方ユニットは全員生存している。 シノントがトリーガーグレール傭兵団に戻っている、アイクがホルカと契約した、ナデス城で漆黒の騎士を撃破していることが前提となっている。用語はほぼ、アオエンの奇跡と同一のものとなる。本作では変化のない用語もあるが、多くは本作でより詳細な設定が明かされる。下級クラス上級クラス最上級クラス個人スキル、対応するスキルの所細あれば、 誰でも習得可能なスキル。ある特定の兵種や種族でしか習得できない、あるいは特定の兵種では習得することができないスキル。特定のユニットのみが習得可能なスキル。各キャラクターの設定と密接に結びついており、外せないものも多い。兵種スキルベオクの奥義は最上級職になると自動で、ラグズは LV30 以上で悟りの符号を用いることによって習得し、一度、 習得すると外すことはできなくなる。使用するスキルキャパシティは30、ないし25となっている。日本国外版には以下に挙げる日本版とは異なる独自のイベントや仕様が存在する。ここではその中のいくつかを紹介する。ありがとうございます。